田中貴教チャンネル、YouTube ということでチャニシチャンネルでございますね。ガチャガチャピンピンガチャピンチャンネルですぞ。どうも西川貴教です。ビワビワ西川貴教チャンネル、YouTube ということでこのチャンネルではですね、僕の会いたい人、やりたいことをどんどんやっていこうというチャンネルでございますということで、今日ゲストにお招きしたのはガチャピンとムックです。どうもどうもどうもほこりがすごい。じゃあもうご挨拶してもいいですか。いきまーす。お願いします。ガチャガチャピンピンガチャピンです。そしてムクムクのムクですぞ。マウスダストがすごいです。ありがとうございます。ということで西川さんどうでしたか、 YouTube オープニングやってみて。もう終わり、短い YouTube 体験だったんだ。いやでも本当に初めてなんですよ、 YouTube でこんな風になんかこう自分の紹介したりとかするのって。そうなんですか。そうなんです。だからちょっとあの本当に緊張しています。お初いただいちゃっていいですか。もうはい、初でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんです。そんな初めての体験をこうやって3人でできて本当に良かったなと思っています。良かったです。ありがとうございます。では改めましてご紹介、はい、TMO レコード。ダメ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 。今日は西川貴教さんが来てくださったんです。じゃあ、うん、レボレボ。なあ、それもダメダメダメ。それは平成時代の西川さんの呼び名。そうなの。軽量ちょっと失礼だぞ。いやいや、マイク壊されましたよ。いやいやいや、でも、ね、全然あまり気にしないで、あのいろんな意味があったりとかしてもいいと思ってる。あの、うん、変な忖度しないで、あの気難しい人だったと思われるから、もっとフランクに隣のお兄さんタイプで行きたいと思ってるから、うん、全然何でもいいよ、チャンニシでも。チャンニシでもいいよ。じゃあ今日はチャンニシよろしくお願いします。ガチャピンとムックで、はい、ムックでね、はい、お届けしたいと思います。お願いします。じゃあ改めてチャンニシが遊びに来てくださいました。チャンニシ待ってました。嬉しい。僕あれ見せてもらったんですよ。何？ホットリミット。まあ最初はね、最初はよ、びっくりしたのと、うん、あとその隣接権の問題とか。隣接権？はい、こういうのってね、うん、いろいろと楽曲を使い場合って、うん、そのジャスラックの登録もそうだし、音楽レーベルの中でも結構厳しい契約書なんですね。そこら辺ってどうやってしてるのかな。ね、なかなか難しいじゃない。ちょっとノリでやっちゃったとこあるから。あ、そうか。5歳児にはちょっと難しいよ。あ、そうか。そうなんです。全然、でもね、本人が認めたんで大丈夫で。ありがとうございます。ありがとうございます。いやでも、トリオにびっくりしました。本当に。まあ、なんちゃってでね、結構いろんな方がちょっと風が強い日とか、大雨が降ってる日とかに外で結構乱暴な感じでやられることあるんだ、ホットリミット。そうで、そういうの結構いろんな動画サイトに上がったりとか、うん、SNS とかで拡散されたりとかしてると、うん、なんか、そうかガムテープかーとかさ。で、なんだったらあれガムテープですよねって言われることあるの。わけねえだろって思うじゃない。そうだよね、いろいろで、そういうことがあった中で、うん、ビデオはね、非常に何ですか、リスペクトを感じました。あ、もうそれは心からリスペクトです。そうなんですよ。もうだってリリースからもうね、発売してから20年以上経ってるのに、こんなにいじられるなんてないよ。いじったんじゃないですよ。愛されてるね、各国だからぜひやりたいなって。そうなのっていうか、本当に嬉しいなと思って、だからそのお礼をまず今日言わせてください。ありがとうございます。こちらこそです。本当にありがとうございます。ガチャピンチャンネルですぞ。撮った時にね、ちょっとね、はい、難しいなと思ったところがあって。何でしょう。膝から崩れ落ちるとかあるじゃない。はいはいはい。あれってどんな気持ちだったの、膝からやっぱ何か失敗しちゃって下手こいたーっていう感じだった。あれ実はね、うん、フロリダっていうところで撮ってるんです。外国フロリダ。てっきり琵琶湖だとか。いや、そうなんです。
カメラのスタッフ、映像のスタッフはニューヨークっていうところから来てくれて、で、水柱がバンバンあるじゃないですか。あれはハリウッドからスタッフが来てくれて撮ってるんです。だからもう本当にもう何日もかけてやってるんですよ、あの格好で。で、あの格好で、ずっとあの格好だったの。大変なの、はい、朝から晩まで。ね、それはだってさ、あの時で僕20代最後ぐらい、27、28ぐらいなんですよ。そうするとそれでなくても日本人でちょっとアジアン系の男の子って、もう女の子もそうですけど、ちょっと若めに見られるのね。あんな格好して何日も何日も歌わされてるわけよ。周りのスタッフ、外国のスタッフの皆さんはこの子かわいそうだなってでもね、もう本当に結構、まあ日にちがない中だけど一生懸命やってたんです。もうやることは限られてきてて、そうだね、もうその中でもう本当にヘリコプターは飛んでくる、ね、水ラワシ上がる、機材は飛んでくる、ピモピモね、そんないろんなことがあって、でも本当にヘトヘトっていう姿があれですそうだったあ、あそこはドキュメンタリーだったわけですね。もうね、本当に生々しい姿です。はい、あれは本当大変でした。精魂突き果てて崩れ落ちたっていう様だったんだね、はいはい、普通にぐったりしています。そうか、はい、そういえば今年さ、稲妻ロックフェスはやらないの。そうそうそう、大事大事大事。よく聞いてくれましたね、あら、あら、あら、西川さん、そのお洋服はもしかして偶然にも、ほら、あら、あら、あら、稲妻ロックフェスの T シャツです、これ。あら、なんという偶然。うわ、いや、そうなんです、よく聞いてくれました。9月の19日に、はい、今年はオンラインで開催させていただきます。もうすぐじゃないですか。そうなんです。でもぜひね、本当にみんな多分ね、会いたいって思ってるみんなばっかりなの。僕たち一度でいいからガチャピンとムックに会いたいってみんな思ってるんです。本当ですか。だからもし、まあ今年はできないけど、来年以降で、もしね、こうやって世界中が安心して安全に楽しめるようなイベントができるようになったら、ぜひ滋賀に遊びに来てもらって。やったー、行く、絶対行くよ、何があっても。本当、絶対に行くよ、絶対に。一緒にじゃあね、ホットリミットでもらって。やりましょう、やりましょう。ガチャピンチャンネルですぞ。あのね、もうそろそろお時間ということなの。そうなんです。そうなの、早いんだけれどもね、まだね、最後にね、一つや二つ、三つ、四つ、五つぐらい聞きたいことがあってね、よろしいですか。いいよ、いいですか、もちろん。まず一つ目は、今度ね、西川さんの冬の歌を歌おうかなって思っているんだけど、あらその時、一緒に歌ってくれませんか。どうですか。やりましょう。うわてか、冬の歌ってことは次ムックが主役になるってこと。あ、そうだそうだ、いいでしょう、私が、ね、私が全身全霊をかけて、素晴らしい、染めさせていただきます。あ、素晴らしい、ありがとうございます。楽しみ、ありがとうございます。ね、よろしくお願いします。そしたらその時は巨大扇風機用意して。そうですね、で、雪も降らせましょう、雪もね、そうだ、バンバン、嬉しいんだけど、あれ結構こう風が来ると、前歯が降りてこなくなったりとかして、あ、まあ、しんどいから、ああ、でもマストじゃないよ、あのマストじゃない、まあ、もしあればぐらいでいい。ああ、なるほど、そうか、いや、でも、でも笑っておきますか。じゃあスタッフさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よかったね。じゃあ2つ目よろしいですか。何でしょう、はい、今日、これから、一緒に、あの歌を歌いたいなーって。そうなんです、あの代表曲をお願いしたいんです。代表曲、まあ時期によってもいろいろありますからね。そうなの、あのほら、ほら、匂い消したり、あのさ、あれ代表曲って言うのかな。いや、嬉しいのよ、この間も言われたのよ、大吾の結婚式で、ウィッシュですか。いる、そうそう、イッシュね。で、その前にこういろいろね、なんかこういろんな方が歌ったわけよ。で、隣にあの
爆笑の太田さんとか、まあ、余計な人たちが言ってお前も歌え、お前も歌えって言われたわけよ。だけど僕はね、そんなに用意もしてないしね、演奏だってしないし、うん、のに歌えないよって言ったんだけど、なんかやれって言うから、うん、しょうがないから歌ったんですよ、これ代表曲を。そしたらみんなに、今日出てた誰よりも良かったよって。いや、さすがだ、さすがですよ。もうね、2秒で喜ばれる、本当にコスパが最高。本当に、ぜひとも今後とよろしくお願いします。お願いいたします。じゃあやりますか。うん、やりましょう、やりましょう。ガチャピンチャンネル、皆様のこれからのご健勝とご多幸をお祈りしまして、ララ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 ラあ、でもね、うん、なんだろうな、でもまあもしよかったら他 YouTube とか見てもらえると、うん、歴代のその消臭力の CM バラッと出てきますんで、それはあの権利的にはクリアされたやつか。もちろんです。あ、よかった。なんせエステートは100年契約なんで。うわー、もうすごい、一生以上だね。はい、あと91年残ってます。すばーらしい。すいません、ありがとうございます。じゃあこんなね、安泰な西川さんに、はい、お願いがもう一個あるんですけど、ゲストに来ていただいた方にサインをいただいて、うん、もちろん、よろしいですか。もちろんさせてください、むしろ。ありがとうございます。僕の等身大パネルにお願いします。わあ、嬉しい。お好きなところにもババーンと。なんか申し訳ないな。どこでもってすごい。はい、はい、帰ってきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、なんか嬉しいな、本当に。本当にね。でもね、またお会いできるということで、はい、じゃあ次冬バージョンで、はい、冬バージョンで、では皆さん真冬にお会いしましょう。